はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。6時36分でしょうかね。はい、ニュースウィーク、これはですね、昨日の16時58分にこんな記事が出てます。中ロ無限の協力関係の裏で中国の密かな侵略がプーチンを窮地に追い込むという日本語のタイトルでして、英語はチャイナーズクワイアットプッシュイントゥルシアズファーイーストプーチン、あ、じゃあプットプーチンツツーナピックル。ピックルって何？窮地っていうこと？困ったピクルス、ピクル、ピクル、ピクル、困難な状況ピクル、つけ汁につけるピクルスやん、まあでもその同じ意味で困難な状況なんですって。本文いきますね。日本経済新聞によれば、極東の沿海州の国境地帯では中国人農民が急増しており、その経済的影響力は地元住民を圧倒しているという。1860年に清朝がロシアに割譲したこの地域は、中国の政策立案者やナショナリストの関心の的となっている。昨年、中国は国内の地図に沿海地方の行政の中心地であるウラジオストックの中国語名であるハイシェンワイのほか7つの中国極東部の中国語名を記載するよう定めたと。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領がウクライナは常にロシア国家の一部だったと主張するのと同じように、中国の習近平国家主席は、失われた領土の回復を中華民族の偉大な復興の最優先課題に挙げていると。中国はいつの日か台湾、まあ台湾置いといてですね、この中国はですね、密かにこの極東ロシアですね、沿海州とも言いますけどもですね、そこを回復しようと狙ってるはずです。これはここに書いてある通り、1960年の条約、60年代に2つ条約結ぶんですけど、この2つの条約によってロシア領になったんですね。それまでは一応新国領やったんです。ただしですね、ほぼ無人の地なんですね。なんて言いますかね、こううっすらと人が住んでるという感じなんですね。沿海州とかですね、カラフトもそうですけどですね、カラフトのこっちが左側もそうですね、うっすらとヤクートとかですね、ああいう人たちが住んでるわけでして、ほぼ無人の地やったわけですね。で、今は農業ができるみたいですね。だから中国人の農民がですね、大量に入り込んでるんですけど、農業っていうのは人手がかかるでしょう。なんでですね、ロシア人はね、少ないんですよ。ものすごく少なくって、なんせ、まあ、地の果てみたいなところですよ、モスクワから見たら。だから行きたくもないわけですよ。だから、ロシア人は非常に少ないんですけど、今中国人の方が多いと言われています。で、そのうちですね、中国が返せと言い出す可能性は十分にあります。まあ私が生きてるうちにそうなるかどうかは分かりませんけどもですね、将来的にはですね、沿海州は中国のもんやというふうになってくる可能性があって、しかも今実際のところですね、住んでる人は多分中国からの移民の方が多いんちゃうかなと思いますね。中国は領土でですね、だいたい13億人ぐらいいるんですけど、ロシアはですね、あんだけでかい領土があってですね、1億4000万しかいないんですね。まあだいたい10分の1なんですよ。当然中国人は数が多いですから、極東ロシアにもぐわっと人が入っていくとですね、地元なんてうっすらしか、今でもうっすらとしかロシア人住んでませんから、沿海州はですね、ウラジオストックなんか確か人口70万とかですよ。だからですね、まあ70万なかったかな、なんかそんなんですよ。ものすごい小さな町なんですよ。日本人からすると。あれ、20万やったかな。ちょっと調べてみますね。だからね、中国人なんかあっという間に10万、20万すぐ来ますからね、下手したら100万、200万来ますからね、だから今、人口では圧倒してるはずです。寝ませんね、ウラジオストック、ウラジオストック、
多分ね20枚とかな、ちょっと今うろ覚えなんで出していますけども、もうだからね、 今でも中国人の農民がですねいっぱい入り込んできてですね、ここは中国かロシアかと見まがうようなあれですね、ですね2ページ目いきましょうね。人民元が通じてるらしいんですね、この辺では。まあそれしゃあないっちゃしゃあないですよ。だからもう、だってで別に気候がいいわけでもないしですね、何か美味しいものがあるわけでもないわけでしてですね、なんでですね、はい、そうでロシアがですね人民元をですね、まあ人民元で払ってもらったりするわけですよね、あの石油代金を。でロシアが人民元をですね貯め始めているという話になったり してますね。ウラジオストック、あの辺で一番でかいのはウラジオストックという町なんですね。人口書いてないやん。人口書いてませんね。なんでや、もう人口書いとけよほんまに。ナンバープレートが書いてあるのにほんまにね。よいしょ。多分ね、多いと思います。多いって中国人の方が多いはずです。中国は100万単位やのにですね、そんなに60万人ですね。すいません、60万人でした。なんせだからですね、どうでしょうね、60万都市と言いますとどこでしょうね、ちょっと思い浮かびませんけども、前橋とかあの辺ぐらいですかね。まあ、あっていうぐらい小さな町なんですね。で観光資源があるわけでもないんですね。なんでですね、でロシアはですね長年ソ連の時代からですね日本に対して開発せえへんか開発せえへんかって持ちかけてくるんですけど、なんせ北方領土問題が解決しないと日本は積極的には動けないんですね。なんでサハリン2とかサハリン1とかって日本も協力しましたけども、あれが限界でしょうね日本の。でロシアはなんとなりゃ約束守らないでしょ。だからそれもカントリーリスクなんですよね。だから日本が投資できる環境になれば日本の企業はだんだんガンガン行くと思います。でもロシアって今回みたいにですね、変なことするでしょ。変なことしたらですね、例えば今あれですね、ロシアにこう森林資源を買ったですね、あのグループがですね600億ぐらい投資したらしいですけどね、あそこの何たら建設グループ、ちょっと今出てけへんわ、はじめ建設とかが入ってるあのグループで、飯田産業が600億投資したんですけど、あれどうだったんでしょうね。そうやって裏なんていうかカントリーリスクも強いわけであって、そうすると日本はなかなかシベリア開発に協力できない。もうこれね、もう僕は生まれた時は、僕は小さい頃からね、その話はずっと出てるんですよ。もうだから半世紀以上ですね。でも全然進んでいないわけでして。で、ロシアはですね、そんな金がないわけですよ。ずっと。そっちに金回したらいいんですけどね。資源もいっぱい眠ってるようなんですよ。だから中国はですね、なんとか取り返したいというのが本音でしょうね。で、そのうちですね、まあ、習近平とプーチンの時代に話が進むかどうかは分かりませんけどもですね、なんか花粉いっぱい飛んでますね、今日ね。いずれですね、返せということになるのはほぼ確実だと思います。すごいでまたロシアと、ね、中国がね、いがみ合うんです。で、だから2つの国はね、そもそもいがみ合う構図なんですよ、地政学的に。でも今ですね、対アメリカということで結束してるだけの話なんです。はい。だからそのあたり、はためで見てると、いつらという感じで、見られるんではないかなと思います。このニューズウィークのですね、今読みかけましたページですね。1ページ目の方を貼っておきたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。